おかしいでしょ。ちょ、はい、はじめましてじゃない方も、水木レイドです。今回なんと、水木レイドの部屋やってまいりました。はい、あれです。今回の相談者さんは、まあ、男性ということで、ちょっと僕も緊張しているんですが、初めてなんで、ちょっと真剣に、相談聞いていきたいと思います。では、お願いします。はじめまして。今日はどういった相談で？そうですね、今回収業者とか引っ越しとかやってるんだけどね、もうちょっと楽して金稼ぎたいなと思って。ああ、なるほどなるほど。楽して金を稼ぎたい。たまたま TikTok で見てるというか、まあ、レイト君なんかめちゃくちゃ稼いでるな、俺でもできんじゃねえかなと思って、で今日相談しに来たんだけど、はい、ホストってことですか？まあホストでもなんでも夜の世界ってどんな感じなんだろう。こうまあ、夜の仕事とかもそうかもしれないですけど、まあ、結構やっぱ何でも一生懸命真面目にやらないと難しいなっていうところがまああるから、まあ、簡単ではないなっていう。あんまり真面目にやりたくないんだよね。なるほどなるほど。か真面目にやりたくない。例えば仕事しなくてもお金を。そうそうそう、そんな感じで。なるほどっすね。まあそうですね、そのホストっていう仕事もまあ簡単な仕事ではないし、みんな裏でたくさん努力してまあたくさんいろんなこと考えて一人一人本当にドラマとかストーリーとかがあっての仕事なんで、まあ簡単な仕事ではないです。まあでも簡単であれば楽しく女の子とお酒飲んで、でお金もらってみたいな感じじゃない？いやそういう、それ単純な本当にそういう物事で、まあ物事ではないですけど、まあそのまあやったことない人からしたら確かにそう見えるかもしれないんですけど、本当にそのお金をいただくまでの流れとかやっぱりね、簡単にお金をもらえるってわけじゃないんで、まあそこはちょっと難しいかなって。まあてかさ、僕最近 TikTok でさ結構レイドのこと見るんで、あれどうやってバズらしてるの？やり方教えてほしいんだよ。やり方ですか？俺もちょっとバズらしてみたいんだよ。やり方っていうか、でも僕スッポンがバーンってバズったとかわけじゃなくて、もう本当に毎日本当にひたすら、本当フォロワーが5人とか10人の段階から本当に毎日あの動画上げてたんで、それもやっぱり簡単じゃないし、全てにおいて継続が必要かなっていうふうには思います。あ、そうなんだ。意外と面倒くさいことやってんな。あ、そうですね。もうちょっと簡単にバズるのかと思ってた。まあ、簡単ではないですよね、やっぱりいろいろ、やっぱ本当にで本当に一人一人も大切にしないといけないんで、お客様もそうですし、見てくれる方とかもマジで大切な気持ちがないと続けるのはやっぱ難しいし、やっぱ楽して稼げる仕事っていうのはないんじゃないのかなっていうふうには思います。まあてかさ、もともと俺ファンとかじゃないんだよ。 TikTok はよく見るんだけど、はい、まあ息ってら全然あるみたいな感じで来ちゃったから、どんなやつかちょっと生で見てみようと思ってきたんだよ。あ、じゃあこう相談とかをしに来たわけではないって感じですかね。そうだね、まあ、どんなやつがやっとんだろうみたいな。なるほどっす。結構僕も真剣に相談してる方一人一人聞きたいなって思ってやってるんで、ちょっとそういう気持ちで来られちゃうと僕も、まあ、無駄な時間を使ってしまったなって気持ちになっちゃうんで。どういうことっすか？帰るってこと？いや、そういうわけではないですけど、まあシンプルに僕に何を伝えに来たのかな。もともとだからチャラチャラしてるのあんま好きじゃねえから。チャラチャラ、それ見た目の問題です。見た目も中身もじゃない。俺は TikTok でしか知らねえから。僕は本当ホストっていう仕事に対して本当向き合ってるんで、俺はチャラチャラしてるつもりもないですし、まあ本当に本気で仕事してるんで、まあそういう言われ方するのはまあちょっと悲しいなって思います。うち俺なやなやしても気に食わねえんだよ。その時言ってればさ、TikTok にもなやなやしてるじゃん。まあ、なやなやしてるかどうかは別として、まあ、僕がこう相談を受けてる側なのに、なんでタバコ吸ってるんだ、僕はその態度がおかしいかなって思いますけど。あ、どこの、持って行ってみて、それ。態度がおかしいかなって思います。なんでか。いやおかしいでしょ。ちょ、おかしいでしょ。相談なんで、ちゃんと本当に、今一回ちょっと、ちゃんと、一回処理を置いて、ちゃんと、はい。あの一回本当にステイ、カメラもちゃんと回っちゃってるんで落ち着いてください。本当に落ち着いてちゃんとお話ししてください。じゃあそんなに相談者さんは何に対してそんなカリカリしてるのかなっていうのが今僕本当に思ってます。楽な仕事をして金稼いで1億ってなんか体使ってこっち働いてる、なんでこいつはそんな金持ってるんだろうってイラつきだよ。でも普通のね、昼頑張ってる人間も多分思ってると思う。それに対して何で TikTok だったりとか YouTube だったりってチヤホヤされて、いやまあ本当にその気持ちとか言ってる部分は
分からなくはないなって思いますし、昼の方もその今やってる仕事もすごい僕は一生懸命やらないといけない仕事だっていうのも分かるし、だから本当にその楽をして稼いでるわけではないっていうのと、辛いことも本当にたくさんあった中で来てて、今そのホスト業界であったりとか SNS 業界っていうのは誰しもがそうやって成功できるわけじゃなくて、で毎日毎日その売り上げと戦いながら、 SNS が例えば伸びなかったらどうしようとか、じゃあ売り上げが上がんなかったらどうしよう、そういう気持ちでいろいろ僕もやってるし、もしじゃあファンが離れたらどうしよう、お客様が離れたらどうしよう、従業員が辞めちゃったらどうしよう、いろいろこう考えてるんで、もちろん本当に相談者さんがそういう思ってる気持ちはわかるんですけど、そう一くぐりに決めてほしくないなって思うのと、こう結局トラブルに発展してしまったんで、そこに関しては、まあ、僕ももしかしたら言い方が強かったりしたかもしれないし、そこは本当に申し訳ないと思うんですけど、せっかく、まあ、このこと嫌いだとしてでもここまで来てくれたんで、しっかり最後は和解とまでは言わないですけど、この言ってることを少しでも分かってくれたらいいなって思って今話してます。確かに、ね、今話聞いた方がめんどくせえことやってんだなとか思うから、俺も自分にあった仕事をちゃんと見つけ出してもう一回やってみようかなと思う。まあちょっとね、変なこと邪魔したけど、ちょっと帰らなきゃ。ああ、わかりました。とりあえず出るわ。はい、ありがとうございます。はい、ね、ミズキエイトの部屋、初ちょっと男性入れてみたんですけど、なんかこういう展開になること最近多いなって思っちゃって、なんかこう、そうだな、YouTube とかって、そのやっぱりやらせとか、そういう風に思ってたんですけど、こんなに体張らなきゃいけないのかなとも思います。でも、まあ僕は本当一人一人に向き合えたらいいんで、なんかその本当に YouTube、TikTok を通して仕事頑張れたとか、レイツさんから元気もらえますっていう言葉って本当にいただけてるんですよね。だからそれが本当に今の僕の励みにもなってるし、だからこそ辞めたくないなとは思うんですけど、やっぱり穏便に行きたいし、平和に行きたいのが僕の気持ちなんで、まあでもしっかりと答えられたんじゃないかなって思ったし、最後には相談者さんが、まあ分かったよって、じゃあ仕事探してみようって、もう本当に、もしかしたら、もう、やべえ、手出しちゃったから、早く帰んないといけないと思って帰っちゃったのかもしれないけど、まあ、だけど、分かったっていう風に言ってくれたから、10% でも 5% でも、僕に会ってくれて変わってくれたなら、すごい良かったなって思うし、僕の印象が一人でもこうやって変わったらいいなって、本当に心から思ってるんで、まあ本当に何でも僕聞くんでね、恋の相談であったりとか、例えば、まあ男子高校生とか、高校生じゃなくても未成年男子とかが、進学で悩んでるとか、まあ、何でも僕は聞くんで、皆さん僕に相談してみてください。僕もこうやって相談することによって、初心に帰れるんで、すごい勉強になってるんで、本当にありがとうございます。今日もね、もっともっと、姫様一人一人と向き合おうって、やっぱこう楽して稼いでるとか、思われるかもしんないけど、俺はそうじゃないっていうのを堂々と言えるようにもっともっと向き合おうって思ったんで、皆様、見てくれて本当にありがとうございました。これからも水木エイトチャンネルよろしくお願いします。ありがとう。